ちゃんやってまいりましょう。マイクラ実験、私 M の中地と申します。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。近い。はい、こんな感じですね。はい、でですね、今回じゃあひろきさん、今私部屋の中いるんですが、ひろきさんにまだお見せしてない方がいらっしゃるんで、方です。ご紹介させていただきます。はい、うちの猫です。あら、かわいい。かわいい、かわいいでしょ。どこからこう盗んできたんですか？ジャングルの奥地にいたんですよ。で、魚を10匹ほどついで手に入れました。ついてこさせるっていう。はい、ついて懐かせましたね。こんな感じで可愛くないですか？超可愛いんですよ。目がブルー。ブルーなんですよ。すごい可愛くて、しかも私のベッドにいるっていうのがすごい、もうやっぱり懐いてんですよ。やっていいですか？やるんです。何言ってんですか？何？ちなみにひろきさん、猫のモノマネうまいですよ。え、あ、うんうん、猫、はいはい、やっていきましょうか。はい、やっていきましょう。はい、で、ひろきさん、今回はですね、はい、実は私、あ、じゃあごめんなさい、その前にこの猫さん、あれですね、視聴者さんのコメントで名前つけたいと思っているのに、もしよろしければお願いいたします。はい、でですね、ひろきさん、今回はですね、はい、ちょっとにゃんちゅうのくだりでちょっとびっくりしちゃった。はい、で、今回はですね、私、実は、はい、まあ、休日を使いまして夜な夜なすごいものを作ったんですよ。多分ひろきさんの目線の方にあると思うんですけど、超見えてるけど、ね、超見えてます。ちょっとこれ紹介したいと思ってます。ほうほうほう。はい、紹介したいなと思ってて、うんうんうん、で、自慢、今日自慢の技でもいいですか？まあこれは自慢できるでしょう。はい、自慢動画でもよろしいですか？うん、すごいなこれ。はい、まあ、実は前原さんとですね、スムージー対決っていう形で、まあ、ネットワークの方とコラボした際に私もちょっと出させていただいたんですね。ほうほう。で、まあ、前原さんにいろいろとお世話になったのでですね、前原さんが好きそうなやつをちょっと作ってみた、触発されて作ってみたんですよ。まあ、間違いなく好きだろうね。絶対好きですよね、どう見ても。じゃあちょっとこれいいですか、公開しても。どうぞどうぞ。はい、じゃあいきますよ。3、2、1、これです。これね、でかいんだよね、しかもこれでかいでしょ。めちゃでかいんだよね。いやー、結構時間かかりましたよこれ。いやー、これあえて名前を伏せておきますが、いやー、そうだよね、著作権的に結構厳しいところを攻めるよね。攻めてない、攻めてない。いや、違います。まあ、あるモチーフにしてるだけなんで。あー、はい、そうね、全然色は違う。牛もいるしね。はい、そうです、そうです。はい、中もですね、牛さんがいる。こんな感じとなってて、結構頑張りましたよ。すごいな。こんな感じでですね、はい、広い、まあ、広いですね。こう何か使いたいですよね、せっかくなんで。そうね、はい、なんかいい感じですね。はい、ラミエルも見えますし。すごい、はい、すごいですよ、頑張ったんですよ。褒めたたいてくださいよ。いや、これ何時間かけて作ってんだろう。いや、でもそこまでかかってないですよ。まあ、大体2時間ぐらい。ですね、なんかここあれですね、見晴らし台にしたいですよね。これ螺旋状に階段作って。ああ、いいね。はい、最後上で眺め的に作ってみたいなと思ってるんですよ。あのグローストーンが撮りたい。あのグローストーン、まあね、あれ結構なけなしに作ったんですよ。作っておきましたからね。まあ、こんな感じで一番大変だったら松明ですね。松明置くね、すごい、相当辛かったですね。まあ、こんな感じとなっております。じゃあ、ひろきさん、どうですか、これ。なんかすごい、なんかもうテーマパーク化しすぎてるよね。どんどん。そうですね。もういろんな意味で夢の国ですよね。まあ、こんな感じとなっております。まあ、自慢の枠で終わっちゃう感じですね、今回。ちょっとやばいですね。ひろきさん、はい、何やります？いや、こんだけその作ってるじゃないですか。はい、もちろん、そのスキンも自分でやったんですよね。まあ、そうですね。まあ、僕のスキンも、はい、やったっちゃやったんですけど、はい、まあ、ちょっとこれもグレーな感じなんですよ。ちょっと中地に、はい、こういう感じのね、可愛い僕のスキンを作ってもらいたいなっていう。あ、マジですか？すげえうまいじゃない。うまくないですよ。目てんてんてんてつけただけです。だってね、この間あのおにぎりだって作ったし。僕が作ったのはあのパックマンですからね。まあ、それは否めないですね。うん、そう、今回の枠は、はい、ちょっと番外編じゃないですけど、はい、中地に僕のスキンを作ってもらうと。マジですか？いいですか？あ、いいですよ。お、やった。はい、これで皆さんが、あ、やばい、クリーパーだ。うわー、びっくりした。ちょっとタイミング、タイミングがいいですね。
じゃあ早速なんですが、はい、じゃあそこ行ってみましょうかね、サイト。あ、ぜひぜひ。はい、じゃあ行ってみます。じゃあひろきさん、はい、早速なんですが、はい、はい、やっていきたいと思うんですが、あの今日のこの格好で作るのね。この格好で作ります。さっきに言ってほしかったな。いいじゃないですか、おしゃっていいじゃないですか、はい、全部青青青。そうです。じゃあちょっと私これを、はい、ひろきさんのこれを参考にさっさとちょっと作ってみたいと思います。はい、こういう感じです。はい、皆さんお待たせしました、ひろきさんのスキン完成しました。ウェーイ。これはいいんじゃないかな。これ似てますよね、ひろきさん、うん、はい。で早速なんですけど、じゃあひろきさんのスキン見てもらいましょう。はい、いきます。3、2、1。はい、これです。素晴らしい。素晴らしいですか。これ結構似てますよね。結構似てます。顎ひげもあるし。そうです、そうです、顎ひげあります。こんな感じでちょっと今こうやって丸つけてますよ。はい、これ顎ひげです。すごい、素晴らしい。でも似てますよね。いいんではないですか。すごい、服のなんかこの色のね、使い方一色じゃないんですね。まあちょっとギリギリ一色ではなく頑張ってみました。すごいすごい、はい、こんな感じになりました。はい、じゃあちょっと待ってください。じゃあひろきさん的に何点ですか。いや、これ100点でしょ。100点ですか。やったー。まあそんな感じでですね、はい、じゃあ次回、じゃあひろきさんの新しいスキンでお楽しみくださいって感じですね。いや楽しみだ。楽しみですね。やっぱり自分のキャラクターだとね、テンションが上がる。本当ですか。うん、いや嬉しいですね。はい、まあこんな感じでやらせていただきたいと思いました。はい、はい、では皆さんご視聴誠にありがとうございました。それでは失礼いたします。